はい、試験延期に伴う学習強化講座管理会計論の第10回目講義を始めていきたいと思います。担当アレクセン講師行し、二宮です。本日もよろしくお願いします。はい、えー、本日はですね。まあ、標準原価計算における歩留まり、配合、再分析について内容の確認をしていきたいなと思います。 でとりわけねそのテキストの説明よりもまあ少しまあ難しいあの月初仕掛かり品や月末仕掛かり品が出てくるような、まあ、ぶどまり配合債分析について確認をしていこうと考えていますで、まあ、この論点はね、まあ、典型度も高い論点になりますしあの全くわからないって方は結構少ないのかなというふうには思うんですけれども、まあ、ちょっと計算のテクニック的な話についてもねできればなと思っていますのでちょっとまあお時間頂戴してあのぶどまり配合債分析について解説をしていきます。 で今回題材としましてはこちらのこの問題を使っていきたいなと思うんですけども、まあ、よく見るようなねこういった標準材料配合表と呼ばれるものが与えられていて、まあ、加工進捗度50%の時点において、まあ、減損が発生するとこの A 材料と B 材料この価格の異なる2種類の代,代替性のある材料っていうのを投下して、まあ、合計1 2キロ投下すれば まあ減損が50%時点で2キロ出るけれども、完成品10キロが仕上がると。まあ、こういう状況ですね。で次に実際の直接材料費に関するデータですね。まあ、当月に買ってきたのがこれだけで、当月に使ったのがこれだけですよと。でまた生産データについても与えられていますけど、この当月投入ブランクのところについては、 この A 材料と B 材料の実際の消費量合計ですねこれをそのままスライドさせてあげればいいとまあこの29,040キロっていう A と B の実際の消費量合計まあこれに月初足して減損と月末引いてあげれば完成品29,000キロを求めることができますまずはとりあえずこういった資料を前提としてですね具体的な問題見ていきたいと思うんですけどもまあ問いの1番は 月かかり品の加工進捗度が40%の場合この月初仕掛かり品の加工進捗度がブランクになっているんですけれどもここが仮に40%っていう数値が入った場合の債配合を算定するで一方問いの2番に関しては月のの加工進捗度が60の点この問いの1番と問いの2番で何が変わってくるかというとまあ月初仕掛かり 完成品っていうのが2万900キロの中には含まれていますけどこの月初仕掛かり完成品から当月減損が生じたか否かというところが違ってくるんですね月初仕掛かり品が40%地点からスタートすれば当月において50%地点の減損の発生点を通過することになるので月初仕掛かり完成品からも減損が発生することになるとまあ、正常減損計算するときに月初仕掛かり完成品からも 減損が発生したものとみなして計算する。一方、六十パーセント時点から当月はスタートできるんだったら。当月において50、五十パーセント時点を通過していないじゃないですか。ここ注意してくださいね。あの。総合減価計算におけるね。 実際総合原価計算における非度外傷を適用した時の完成品と月末に対して子孫慈悲を両者負担させる時のねそこの話と結構混同してしまう方がいるんですけどもあの月書しかかり品っていうのは60%地点でこの減損の発生点を通過しているわけだから月書、まあ、からも減損が出ていると考えて正常減損の発生数量っていうのを計算してしまう方がいるんですけども、まあ、それ注意してくださいね。 確かに60%時点まで至ってるということは、月初仕掛か,かり完成品から、まあ減損が出てることは当然間違いはないんですけれども、だけれども、当月において減損は出ていないんですよ、そもそも。前月において、もう50%時点は通過済みなんで、前月月初仕掛か,かり品、まあこれ月末仕掛か,かり品ということになりますけれども、まあ前月の月末仕掛か,かり品っていうのは、前月において減損の発生原因になってはいるけれども、 当月においては減損の発生原因にはならないわけですよね。だから当月の正常減損を計算する際に、まあ月初仕掛かり完成品から正常減損が発生したい発生していないことを前提に計算しなければいけないと。まあこの点ね注意が必要ですね。単純に50と60を比べて50の地点を超えているから。 月書しかかり完成品からも減損が出たと考えて計算するっていうのはこれは間違いですからあくまでも当月の正常な減損を計算していくんだとそこをねしっかりと間違えないように注意してもらえればなと思います。でとりあえず問いの一番からやっていきますと、まあ、月書しかかり完成品から当月において正常減損が発生しているわけですよね。 でまあ普段皆さんはねぶどまり債と配合債を計算しなさいと言われたときに、まあ、こういう下書きを作ると思うんですね。A 材料と B 材料に分けて、まあ、こういう下書きを作った上で計算をしていくと。もう材料系で価格債の計算は大丈夫だと思いますから、まあ、ここは別にこういう下書き書かなくてもねあの電卓だけで計算できるかと思うんですけれども、まあ、ここの一番内側の SQ と真ん中に。 入ってくる S'9 ですね標準的なぶどまりを前提とした標準消費量と実際のぶどまりを前提とした標準消費量各々計算していく必要性があります。でこの外側の実際消費量は資料で与えられている数字を転記しているだけですから、まあ、ここは特に計算の必要性はないと。でまず標準的なぶどまりを前提とした標準消費量ですけれども。 標準的な分のまりでなおかつ標準配合割合を前提とした標準消費量と、まあ、これはどう計算するのかというところですが標準的な減損の発生をを前提とした当月投入数量を求めてあげればいいんですよこの6 6 0 0 k ロっていう減損の発生数量,に発生数量の中にはこの中には正常減損だけではなく異常な減損も含まれていることになりますんで正常減損だけを抜き取って計算してあげましょうと。 まあ具体的にこの50%の時点をですね当月において何キロの良品が通過したのかという観点から正常な減少の発生量を求めてあげればいいと、まあ、こういう下書きね書いたことあるんじゃないのかなと思うんですけども。 数直線上に状況を整理してあげれば分かりやすいかと思いますが月初仕掛か,かり品40%視点からスタートと。 で当月に材料を投入して当月に完成したものと合わせて2万9 0 0キロと。で月末仕掛か,かり金に関しては60%時点と。 まあこの図を見ていただくと一目瞭然でこの50%地点を通過した量品というのは、まあ、この完成品2 9 0 0キロと月末5 5 0 0キロの合計ですね、まあ、合計2 6 4 0 0キロということになります。でこの2 6 4 0 0キロ量品50%地点通過したわけですけどこの時に正常な減損がどれだけ出るのかっていうのを考えた時に。 こののキロの完成品ですね、まあ、これも50%地点を当然通過しているわけですけど1 0キロ5 0地点を良品が通過すれば2キロの減損が標準的に生じるということが、まあ、この資料1番に示されているので2 6 4 0 0キロに1 0キロ分の2キロっていうのを掛け算してあげれば。 正常な減損っていうのを求めることができますね。5,280キロです。この5,280キロを前提として当月の投入数量っていうのを求めてあげれば、まあそれが標準的な部留まりを前提とした標準消費量合計なんですよ。ここ6,600キロではなく5,280キロと直してあげて。 この完成品2万900プラス、月末5500プラス、正常減損5280、そこから月初の39603引けば、2万7720っていうのが、当月投入数量、標準的な当月投入数量。これが、これを求めることができると。標準消費量の合計ですね。2万7720。で、これは A 材料と B 材料の合計値なんで、 標準的な配合割合割を乗じてててあげて a と b にそれぞれぞ分けていくとこの1 2キロ分の 8kg と1 2キロ分の4キロっていうのが A と B の標準的な配合割合を示しているわけですから2 7 7 2 2に12分の812分の4それぞれ掛け算していけば18,480と9,240っていうのを求めることができますね。まあそれが この A 材料 B 材料のこの下書きを書いた時の一番内側の標準消費量とということになりますで。次にこの真ん中に挟む実際部止まりでなおかつ標準配合割合を前提とした標準消費量ですけどこれはまあ受験テクニックとして覚えておいていただきたいんですが結構問題によってはね この一番内側の標準的なぶどまりでなおかつ標準消費量標準,標準的な配合割合を前提とした標準消費量っていうのを求めるのは、まあ、難しくなるケースがありますけれどもここはね絶対難しくしくよようがないんですよ、まあ、そういう逆進形式の問題でない限りはですね、まあ、この部分を何かね、まあ、難しくするっていうのはちょっと計算上ですね、まあ、できないというか。 ここっていうのは実際のブドマリでなおかつ標準配合割合を前提とした標準消費量なんで、先にここから計算するっていうのが一つの受験テクニックとしては望ましいのかなというふうには思いますね。ここは単純にこの29,042、標準的な配合割合を乗じれば終わりですから、ま12キロ分の8キロと12キロ分の4キロを掛け算してあげれば、19,360と9680ていうのを算定できますね。 だから配合債についてはですねこれはあんまり難しくなりようがないんですよ一般的にはぶどまり債はちょっと計算を合わせるの難しいこともあると思いますけども配合債の計算についてはもう真っ先に解いていただきたいとここはもう時間かかりませんからねでまあこの配合債計算結果ね見ていただくと A 材料は48万4千の有利債 B 材料は24万2,000の不利債ですね まあこの一番内側からですね外側を引いてあげてその差に対して標準価格を乗じてあげればですね配合債求めることができると。でまあこの配合債大丈夫かと思いますけども有利と不利の符号っていうのはこれ必ず逆になりますね。A 材料が有利であれば B 材料は必ず不利になると。材料間で配合債のこの符号っていうのは必ず変わってきますよと。 それは配合剤っていうのがどういう性質のものなのかっていうのを考えてあげればですね配合剤っていうのはある材料の代わりに別の材料を代替材料として投入することによって発生するものになりますよね。A 材料,はキロ材料ね標準的な消費量よりも少なくなっていますけれどもこれは B 材料が肩代わりしているわけですよ。 A が2420キロ少なくなった代わり、B が2420キロ多くなってる。両者の合計値は一致してますからね。この S'Q の A と B の合計と AQ の A と B の合計っていうのは一致しているわけで、単に配合の割合が違うだけなんですよ。標準的な配合割合から実際の配合割合っていうのはずれたわけですけども、それによる経済的な影響を計算したいと。 A の代わりに B を2420キロ多く投下したそのことによる経済的影響はこれこの合計出してあげれば24万2000の有利債ということになります。あの配合債についてねこの材料別に計算が求められていなければもっとかんえ単純にこの2420キロ A の代わりに B を多く投入したそのことによる経済的影響を計算したいとなったときに。 この A と B っていうのは1キロあたり100円の単価の差があると A よりも B の方が100円1キロあたりの単価が安いと100円1キロあたりの単価が安い B 材料を A の代わりに2 4 2 0キロ多く投入したことによる経済的な影響はいくらかっていうと24万2千円なんですよこの合計ですね。 配合債については単価200円から単価100円を差っ引いてここに2 4 2 0キロを乗じてあげれば配合債合計っていうのを求めることができるんだと。 普段はね材料別に計算してもらってその合計を求めて配合債合計ね計算してもらって構わないんですけども、まあ、最後ね検算として、まあ、こういったやり方っていうのを使って確かめていただくのはいいのかなと。よろしいでしょうか。まあ、この計算の方がね配合債っていうのは結局ねこの材料間で価格差がなければ生じないんですよ。 価格の異なる複数の原材料を投入することによって配合債は出るんだと A と B の標準単価っていうのが同じであれば配合債はゼロですからね、まあ、そのことがねこの計算過程で理解できると思うんですよ。はい、で次にブドマリ債ですけれどもブドマリ債についてもこの内側から外側の数値をさっぴいて標準単価を乗じればブドマリ債 計算することができますけど、まあこれは原材料間で必ずですね、有利と不利の符号っていうのが一致することになります。ブドマリサイの符号っていうのは必ず一致すると。ブドマリサイっていうのはこれはね、異常減損なんですよ、言ってみると異常減損。 異常な減損っていうのを単に金額的に表現しているだけなんですね。ぶどまり債という名称で表現しているだけなんですよ。標準的なぶどまりと実際のぶどまりとの間に差が生じる。その差というのは要は異常減損を表しているわけですけど、異常減損のを単に金額で表している。それだけなんですよ。 だからそのぶどまり債の金額が合ってるかどうか、まあ、この合計値ですね17万6千プラス4万4千の合計22万ですけども、まあ、これは異常元素にかかる材料費を示していると、まあ、そう考えてあげてぶどまり債の合計金額が合ってるかどうかを確かめてあげればいいと。 具体的にはどうすればいいかっていうと、異常減損っていうのを計算してあげればいいんですよね。先ほど正常な減損っていうのが5,280キロと求めましたけど、この6,600から5,280を差引いた1,320が異常な減損なんですよ。この1,320キロに対する材料費を計算してあげればいいんですね。 要は、ね、この1 3 2 0キロを A と B で割り振っているのがぶどまり債なんですよ。この SQ と S'Q の差の合計をとっていただければですねキロになるんですよ A 材料に関しては19,360と18,480の差の 880B については9,680と9,240の差の440合計出してあげれば1 3 2 0キロになると。 この 1320kg に対して標準的な配合割合を単に掛け算していけば、まあ、この差になるわけですよ A と B の12分の8と12分の4を掛け算すれば A と B の SQ と S'Q の差を求めることができるんですねでこれを一気に計算しようと思ったときにどうすればいいかっていうと加重平均の標準単価を使ってあげればいいんですよね加重平均の標準単価この 2000円っていうのを12キロで割り算するあるいは200円に8 12分の8を掛け算して100円に4 12分の4を掛け算しても同じことですね。まあ、WP って表しますけど加重平均の標準価格については、まあ、単価200円かけることの8 12分の8プラス単価100円かけることの12分の4。12 まあこれ式変形してあげると、まあ、分母12で統一してあげて単価2 0 0ラ8単価1 0 0ることの4と、まあ、この分子は2,000円ですよね。2,000円を1 2キロで割り算してもあるいはこういうふうに200と100に分けて12分の8と12分の4ですねそれぞれ掛け算して平均とってもどちらでも WP は一緒ですよと。 ちょっとまあ割り切れないんですけれども 166. 点点点点と。でこの166.6点点点っていう走る数値を使って1320キロに対して掛け算してあげればぶどまり再合計っていうのを求めることができますね。はい 以上がねこちら問いの1番の月初仕掛か,かり品の加工進捗度が40%の場合のぶどまりと配合の計算で問いの2番はね月初の加工進捗度が60%の場合でしたけれどもこの場合でも配合債の金額は変わらないんですよ。 結局、月初しかかり品の加工進捗度、これが影響してくるのは、この一番内側、標準的なぶどまりを前提とした標準消費量ですね。ここの計算において、問いの1番と問いの2番は違い出てきますけども、配合債については、そもそもが実際のぶどまりを前提にしたものになりますんで、ここは1番と2番で変わるところではないと。だから問いの2番の計算にあたっては、ここの部分だけ計算を、 しし直してあげればいいんですよこの一番内側の SQ の部分だけを計算やり直してあげればいいんですね。月初の進捗度が変わることによって正常な元素の発生量が変わるそれだけですからもうそれ以外は何も変わるところはありませんからブドマリンサイの計算のところだけやり直してあげれば問いの2番っていうのは終わりますよと。で60%からスタートということは。 まあ月初仕掛か,かり完成品からは元素は出ていないわけですよ。まあ月初この60パーからスタートすることになりますんで、この2900から月初の3960をさっぴいた16940と月末5500キロの合計22440キロに対して10キロ分の2キロっていう標準的な元素の発生率を掛け算してあげれば。 4488キロっていうのが正常な減損の発生量として求まりますあとは全く一緒正常な減損が4488キロこれを前提として当月投入数量を求めてあげれば完成品2900たす月末5500プラス標準減損4488そこから月初3960ていうのをさっぴいてあげれば 標準的なぶどまりを前提とした標準消費量2 6 9 2 8キロっていうのを求めることができてこれを単に A 材料と B 材料に割り振ってるだけ標準的な配合割合を前提として割り振ってるだけです。あとは全く容量が一緒ですので、まあ、問いの1番ができればね、まあ、理論上問いの2番も対応できるかと思うんですけど意外とね ここの話がうまく整理できてない方が多かったりしますのであの非常に基本的な計算ではあるんですけれども割と差がつくところになりますから是非ねちょっと苦手意識持たれている方は、まあ、この説明を通じて内容の理解に努めていただければなと思います。 もう標準減価計算におけるぶどまり配合債分析はねこれはもう絶対に練習を積むはね得意にできる分野になりますんで、まあ、頑張ってね今ちょっと嫌いだって思ってる方もですねあの問題演習を行って、まあ、なんでこういう計算をしていてこの数値は何を意味しているのかっていうところをね重視しながら復習の方を進めていただければなと思います。はいまあ、それではですね、まあ、これで第10回目の学習強化講座は以上となりますので本日も皆さんお疲れ様でした。